はい、どうも、16日目始めていこうと思います。希望の森です。残りパーツがあと1個ですので、そこの場所に行こうと思います。でもそれが回収が終わったらもうその日はやることがないので、まあ原生生物を倒してピクミンをなるべく増やすっていう方向で行きたいんですけど、でもまあまあ増えてんだよな。あんまりやらなくてもいいかもしれないですが、でこれがね、希望の森の中で一番取るの難しいんじゃないかなっていういうところなんで、まずは赤を50匹連れていきましょう。で次に青を30匹ぐらい、30匹入ればいいか、どうだろう。だから連れていくのが大変なんだよな。このマップで水辺があるところがすごく多いので、でまずはその辺を探索するんですが、まあ、コチャッピーが反応しちゃうんでまずは倒しちゃいます。赤多いな、ちょっと怖いですね。怖いので隊列移動を心がけの、まずはこのでかいチャッピーを倒します。よし、倒した。でちょっとあのコチャッピーが近すぎるな。ちょっと1匹やられちゃう、2匹ほどやられましたが、まあ最小限に抑えたと思っていいでしょう。でこれなんだけど、ちょっとなるべく、あ、ダメか、ちょっと待って、これ何がダメ、こうやって投げ入れればいい、違う違うな、何をすればいい、通れないわけじゃないな。ちょっと怖いので青ピクミンを動かして、ちょっとここでちょっと怖いね、青ピクミンだけ、あ、ダメだ、これどう、これこうやって動く、動かない、あ、わかった、ここじゃなくてこっちからピクミンを投げ入れる、あ、そういうこと、はいはいはい、なるほどね、押してあげて、一旦青ピクミンをこの辺に置いて、で赤ピクミンを連れてきたいんだけど、下手すると折っちゃうんで、少数制限、まあ20匹が限度ですね。青ピクミンで、さあ、あー、ちょっと待って、あいつこけてるな、あー落ちた、ちょっと急な相手をしてる暇ないぞ、よし、OK、でここなんですが、敵が敵がいて、このヘビガラスっていう
ボスが、これ3匹いるんだったよな、確か3匹いるので、この中のうち1匹このうちの1匹にあのパーツを持ってるやつがいるんだ。こいつかな。あ、合ってた。ライガーカウンターを発見した。宇宙船には必要とされているが、何のためにあるのか私はよく分かっていない。時々すごい音が鳴り響くが、一体何だというんだろう。はい、ということで、あ、そっち行っちゃうな、こっち行っちゃうけど、まあせっかくなんで、まああと1匹倒しましょう。どっかにいるはず。あ、いたいたいた。オッケー。で、これで全部倒したはず。じゃあせっかくなんで回収していきましょう。多分これで大丈夫なはず。じゃああとこいつが、あ、そっちに持ってくの。まあいいけど、あ、やっぱこれ青だったらあっちに持ってってたな。まあいいや。まあでも別に、うわ、怖っ。ちょっと待って、ちょっとさすがに怖いな、さすがに怖いんで、ちょっと倒しましょう。あー、でも40匹だとちょっと怖いな。AI が変な動きすると。変なことになるのが目に見えてるんで。まあ、一旦、回収して。どうだろう。もうちょっと、100匹。出しておこう。よしよしよし、オッケー。よし、オッケー。で、とりあえず、あー、やっぱその辺にいたりとかするよね。でだいぶピクミンが強化されたので、うん、その辺にいる。どこにいる君。あ、そんなところに。これ大丈夫かな。あんま大丈夫ではなさそうですね。まあしょうがねえ。はい、戻ってこい。ということで、ついでにそこにいるでかいチャッピーも倒しましょう。まあ赤なら大体投げて倒すことができますので、
倒したいんだったら赤で倒すことをお勧めします。よし、じゃあパーツも運んで、あの辺にいる死骸も回収しましょう。何匹かあぶれてる。じゃあ君たちはこの死骸を運んでいただく。よし、じゃあこれで全匹動かしてるので、であとはまあその辺の敵倒して増やせばいいか。ああ、まあいい。はい、ということで、30個中29個目のパーツを取れましたと。ガイガーカウンター。突然ガーガー鳴れ出して、ちょっとうるさい計測器。回収したドルフィン号のパーツは、30個中29個となり、ドルフィン号がパワーアップした。これでさらに捜索範囲が広がる。ということで、30個中29個、4エリア分すべて集めました。なので、ま、残すは、ま、あと1ステージあるので、そこのパーツを回収すれば、このゲームは完全クリアとなります。ということで、ま、次に移りたいので、ま、とりあえず、増やせるだけ増やしちゃいましょう。なので、まあ、あのチャッピーを回収したら、この日は終わりにしてもいいかな。で、そこの、おお、びっくりした。そうです、小金持ち。叩いて。あ、消えた。で、じゃあこのペレットも集めておこう。はい、じゃあ君たちも戻ってもらって、これと全匹配列にいるのを確認したら、この日は終了で行きましょう。はい、ということで、1匹はぐれておりますね。じゃあここに残しておきましょう。残しといて、で、まあ彼だけ集めて、でまあこれで、これとどうすんだ、こっちか。これで1日を終えます。で、まあ、そうだね。この、スタート地点にピクミンが行った場合は勝手に戻ってくれるので、まあ一つの、ショーテクニックだと思ってくれればいいかなと思います。何を言ってんだ。さあ、でも、まあラスト1ステージなので、頑張りましょう。遭難16日目。ついに失ったパーツはあと1個となった。回収したパーツが29個になったことで、ドルフィン号はさらにパワーアップし、その高度を上げていく。そして、岩下に広がる森の奥に、ついに最後のパーツがあると思われる土地が見えてきた。私はその土地を最後の試練と名付けた。生命維持装置のリミットはあと14日だ。はい、ということで、16日目終了でございます。お疲れ様でした。